こんにちは、吉本由紀子と申します。今回の講座の全体の進行をさせていただきます。5回にわたって舞台芸術、主に演劇の照明デザインについて考えてみたいと思います。前回は仕込みからフォーカスまでをお見せしましたが、今回の第3回は小劇場編にシーンの明かりと変化というトピックで、前回仕込んだ作品の作品映像、そしてその作品の照明デザインについて解説をしていきます。最後に、あなたにとって良い明かりとはというテーマで少しお話をしてみたいと思います。前回に引き続き、京都の照明家笠井健一さんと一緒に進めていきます。笠井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、今回の素材になる何もない空間にという作品について、どのような作品かをお話ししたいと思います。今回紹介するのは何もない空間にという6月24日から28日、ここシアター E9 京都で上演した作品です。どういう作品か少し説明します。無人の舞台に劇場に2人入っていただいて、照明変化のみ15分あります。それを2回繰り返します。舞台に1人、客席に1人いていただいて、交互に時間を過ごします。2020年2月、コロナ禍によって全国で公演中止が相次ぎ、4月に緊急事態宣言が出されて、すべての劇場は閉鎖しました。で、6月にぼちぼちいろんな劇場で再オープンするんですけれども、その時に、オープンする時にあたっての企画です。お客さんをフルに入れて公演がすることがかなわない中、劇場スタッフとして照明デザイナーとしてどういうことができるかっていう時に考えた企画です。場所と時間を共有すること、見る人見られる人がいないとできないので、そのための最低の人数として2人、そのことを条件としてこの作品を作りました。何もない空間にとなってるんですけれども、1は2017年に京都で30年の歴史を持つアトリエ月見という劇場が閉館しました。で、その最終日に、これはいろんな人に来ていただくように自由にオープンをしました。それを経て、この劇場ができたわけなんですけれども、引き継ぐものとして今度は2人しか入れない場所なんですが、何もない空間にということにしました。で、この何もない空間っていうのは、演出家のピーター・ブルックの本の何もない空間をそのままお借りしています。で、この本の最初の文章をちょっと読んでみます。どこでもいい何もない空間、それを指して私は裸の舞台と呼ぼう。一人の人間がこの何もない空間を横切る。もう一人の人間がそれを見つめる。演劇行為が成り立つにはこれだけで足りるはずだ。今回素材としてこの作品をサンプルにしたのは、とても単純な光の構成になっているので、それぞれの機材の特徴がよくわかることと、構成とデザインを私がやっているので、照明デザインの意図というのが分かりやすいということで、この作品を選びました。光の特徴とかシーンがどういうことをイメージするのかとかいうことを思いながら、作品の映像を見ていただければと思います。
以上が何もない空間にの作品映像でした。舞台に出てる人の視線と客席で見ている人の視線、その2つが混じり合った映像になっています。笠井さん、何か感想ありますか？いや、すごい面白いですね。なんかその照明のための作品っていう感じですね、非常に珍しいスタイルの。そうですね、ちょっと特殊な作品で、まあ、でも見てる方としてはやっぱり人と照明というか空間を常に関連付けながら見るかなと思ってるんですけど、だからちゃんと演劇として成立してるなというふうに思いました。わかりました。それでは作品の、まあ、今はこういろんな映像が混じってるんですけれども、全体の引きの映像とでそのシーンのどういう明かりが何パーセントで出てるのかというデータの画面を同時に見ながら、作品の、デザインの意図とその機材の特性についてなどを少しお話しできればと思います。お願いします。これ客入れです。普通のトップの明かりと客電の状態で、あ、もう暗くなり始めました。これはあれですね、はい、上のが照明のチャンネル。そうですね、上のが、照明のチャンネルで、動いている数字、緑の数字がゲージです。で下側が現在進行中の9ですね。はい、そうです。で、これちょっと実際電球、作品の映像では電球が映ってたんですけど、今ゆっくり上手の下手の奥の空間が明るくなってるんですけど、ちょっとこの状態では見えにくいんですが。なるほど。一緒にこれ、はい、チャンネルの3番も上がってるのは、はい、ヒートアップレヒートですか？そうですね、次についてくる、ソース4のに対するプレヒートですね。なるほど、はい、ヒートアップです。で、この状態でソース4が順番についてきます。一回止めます。まあ、劇場の気配みたいなことを、が劇場に侵入してくるってことを、デザイン、最初のシーンは意図してやっています。なので、まあ、舞台にいる真っ暗の中で気配を感じて振り向くと、でそこから、光が侵入してくるみたいなことをイメージしてここのシーンをやっています。あ、いいですね。ちょっと技術的なことを聞きたいんですけども、はい、これその自動的にどんどん明かりが変わっていく、はい、そうですね、実際には、上演した時はもう何かこう誰かがオペをしてるっていうのではなくて、劇場そのものが生きてるようなことにしたかったので、うん、基本的には全部自動で走るようになっています。なので、はい、タクのタイムであるとかフォローっていう機能を使って、はい、自動的にその入力したタイムの時間になると、はい、次の明かりに進行していくっていう風な作りですね。はい、そうです。フォローというのは、次の Q が始まるまで、今の Q が始まってから次の Q が始まるまでの時間です。すごい。で多くの場合は今の Q が、決まる前に次の Q が始まるようになっています。あ、なるほど、はい、つまり Q の7は 5.5 秒で次に変わるけども、はい、4.5 秒後には、つまり決まりきる1秒前にはすでに次の Q がスタートしているみたいな。そうです、そうです。少しだから被っていく、シーンが被っていくようなイメージですね。なるほど、はい、そうやって気配がどん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 忍び寄ってくるわけですね、はい。で、まあ、この扉から入ってくる扉の形をした気配が劇場を通り過ぎていくようなイメージです。面白いですね。このソース4の四角の向きとかが、うん、いろんな向きを向いているのは何というか感覚ですよね。そうですね、少しだから気配がうろうろするようなイメージで作っています。それでこの壁の方に登っていくのがいいですよね。なんか魂がまあ劇場の外に、まあ、気配が本当通り過ぎ通過していくっていうようなイメージですね。一旦消えて、はい、でもう一回、ま、再通過する、はい、これ今のはチェイスではなくて、チェイスではなくてもう普通に球が重なっていることにしています。たくさん球がダダダって今通り過ぎていったわけですね、はい、そうです。で、外に通り過ぎていった気配が、次は外から外のイメージ
を引きずって外から明かりが入ってくるということをイメージして次の明かりを作っています。まあ、雲であったりとか、雲であり同時に劇場の壁であるっていうのが、まあ、それだけれども外から明かりが入ってきてるっていうことですね。これその気になってたんですけど、はい、例の LHQ を縦に並べた光ですよね、はい、この次っていうかここからゆっくり上がってくるのはそうです、うん、これそのなんでこういう使い方をしたんですか。なんかこの外っていうので自然光、外光をイメージしたくて、うん、で、まあ、午後の太陽の光なんですが、太陽って実際ものすごい遠いので基本平行の明かりじゃないですか、はあはあ、でも電球になると天から放射線状に広がってしまうので、うん、まあ実際こう面に近いような平行に近いような明かりが欲しくて LHQ 光源がたくさんある明かりにしました。円ではなく面で来るような。そうですね。あ、そしてこう壁から一気に全体に明るくなりましたね。はい、この外光の中、外光のイメージから次は劇場というものの、巣のイメージに移行するようなことを考えて作っています。だから、まあ、本当にただ劇場で人がいるっていう、うん、でそれがただ見えているっていうような何か一番シンプルな形っていうの、うん、なんかすごく見てて安心感がある光ですよね。見たことあるやつで、うん、普通の状態ですね。もう普通っていう、まあ、蛍光灯のイメージですね、うんうん、トップのライトは。あ、暗くなった。で次にその劇場っていうものが、まあ、街にあるということを思い、これ京都っていうふうに勝手に名付けてつけてるんですけれどもなるほど京都、はい、鴨川と高野川があって、あで下手川、川なんですね。川です、うん、で山があり、うん、で、建物というか町があるっていう、うん、だから劇場があるのを上からバッて俯瞰した地図みたいなイメージで作っています、はいはい、一気にこう引いてみる視線ですね、はい、で町の方が今明るくなってますね。町の方が明るくなってます。今川が明るくだからまあその地図をいろんなこうし劇場からこう離れてみて、で町を見渡すみたいなイメージですね、うん、そして山、これ左大文字、はい、右大文字ですか。そうです、そうです、うん、可愛いですと思ったら今度は上の方に行きますもんね。はい、京都というイメージっていうか、まあそのこう空っていうか、こう外からこう外空を眺めることと、で劇場の天井を眺めるということが、まあ同時に起こるみたいなこと、そして天井が明るくなることで自分がその何かの下、例えば地下であるとか水の中であるとか、そういう少し潜るような感覚みたいなことができないかなと思って作りました。そうですね、うん、一気に上を意識するというか劇場だって感じですね、うんうん、普段こういうのってお客さんから見えないようにするじゃないですか。ちょっと見ますね、はい、なので、うん、はい、こういう照明機材とかスピーカーとか、はい、バトンとか、はい、だからこういうのが見えると、うん、あえて見せるっていうのは面白いですね。まあ、劇場そのものがこの作品のテーマでもあるので、うん、その存在感をできるだけいろんな形で、まあ、見せる、あるいは味わう。なかなか上だけこう何か劇場にいてその天井の下に本当にいるとかっていう感覚ってなかなか得れないっていうか、うん、上を まずなかなか見ないので、そういう時間が持てたらなと思って作りました、ね、さっきまで上から俯瞰してたのに急になんか劇場の、そう、急にゴッと地下にも劇場の下に潜るみたいな、うん、そして同時に高さを感じますね。あ、そうですね、こうやって上に光当てると、うん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 、再開しますね、はい、次はでここでちょっとなんていうか抽象的な方に行くんですけれども、あ、うん、まあ、劇場の天井あるいは水の下みたいなものに、水の下にいる自分に夕日が差し込んでくるイメージです、うん、で、まあ、夕日っていうのはいろんな、そう、個人的な記憶をやっぱり呼び覚ますようなものだし、うん、まあ、過去とか生きてきた時間みたいなことを、時間を感じさせる明かりかなと思っていて、なん
なんかすごい懐かしいような感じを受けますよね、うん、でちょっと止めます。あとそのこのまあこれは VN をわざと使っているというか、うん、劇場の壁のこの質感、実際の結構アナログな質感をこう強調するためにもこの VN のフィラメントがわざとこうそれを舐めるような形、うん、でかつでも、色とか角度的には、その夕暮れとかそういう、まあ、それのエッセンスみたいなことが感じられるような明かりにしたいなと思ってこれにしました。そういう意味ではさっき の, あの、うん、外からの外光っていうのとまた印象が随分違いますね。そうですね、かなりあのわざとらしい、うん、なんだろうな、中抽象的な自然光の、うん、な模写じゃないけれども、うんうん、記憶みたいな感じですね。そうですね、うん、でその記憶の中にこれは、鏡と呼んでる明かりなんですけれども、うん、客まあ外のイメージもあるし客席から見たらちょうど自分の顔の位置に明かりが入るというか、あ、はい、客席の真ん中から見たらなんですけど、はい、記憶の中に、まあ、鏡が浮かび上がってくる。鏡っていうのは劇場の自分自身でもあるし、あるいは今までの劇場の劇場の向こうみたいな、うんうん、あそしてなんか反射みたいな。そうですね、これが、ちょっと分かりにくい、この映像では分かりにくいんですけれども、その鏡の中に一回り小さい明かりが入って、うん、そか上の光源見ると2頭が重なって当たってるように見えますね。それがねさっき手付けで鏡の、うん、明かりで、その真ん中にもう一つ明かりがついてきて、はい、で窓枠みたいなこの劇場の壁の十字を利用して、うん、窓枠みたいなイメージを作っています。なんか一気にこう奥行き感が出てきますよね。そうですね、でそこから、窓から差し込んだ明かり、あるいは壁、この鏡に反射しているようなものが床に出るようなイメージ、うん、で、まあ、劇場の外中みたいなこと、あとか窓みたいな、まあ、結構ベタというベタな感じなんですけれども、ソース4のシーンっていうかになっています、うん、これソース4に132っていうフロストを入れてますよね。床に当たってる方は揺れてます、シャープじゃなくてちょっとぼかしたいんですか。あのやっぱシャープだとちょっと照明機材感が強すぎる感じがあって、あで少しこう何かを、まあ、窓から反射でもあるし窓の外の明かりが通過してる明かりでもあるイメージなので、少しその何かを通過してる感じっていうのを出したくてちょっとぼかしました。でこの、まあ、窓からの明かりっていうちょっと具体的なものによったものが、光そのものに乗り換わってくるようなイメージ、うん、で次パーライトが、奥からこの窓明かりからの光に重なるように明かりが入ってくるというのが、34番からがついてます、はい、34番から順番についてくるのが次の明かりです。これがだんだん客席に伸びていっている感じですか。そうですね、まあ、客席で見てるっていうことって、まあ、安全な気持ちっていうかこう本当に見てるだけの視線になるんですけれども、うん、まあ、今回は本当に劇場で2人だけなのでちょっとお互いに緊張感はあるんですが、まあ、その2人がどうやってつながるかというか、うん、関わり合うか、あるいは見る見られるの関係が逆転するみたいな瞬間を作りたくて、この劇場舞台と客席の境目をこう通過していく、光が通過していくみたいなイメージです。スモークも焚いてるからすごいバックライトの逆光が綺麗ですね。そうですね、まあ、本当にパーライトの1キロのナローの特性を最大限、うん、生かしたバックパーの生って綺麗だなって思いますね単純、本当に単純な明かりなんですけれども、うん、劇的眩しいみたいなことを感じながら、あとその光の中にいる人が本当にシルエットに見えるというか、うん、客席から見ていて、うん、すごいオールフルでついてる、うん、
ね、これはほんあの座ってる方も今眩しくで舞台からもその人が照らされてるのが見えるみたいなことになっています。あ、それがどんどん暗くなってって、はい、で全体のパワーライトが消えていく。でパワーライトがついてる間にこう盗んで真ん中の穴と呼んでいる凸がフルで入っています、ね、消えたと思ったら穴が残った、はい、みたいですね。でそれが残った状態、この世界の、まあ、劇場の中心であり世界の中心っていうか今の世界の中心に光が残るようなイメージ、うん、でこれもじわーっと消えててますもんね。はい、ゆっくり消えていきます。 25.5 秒。すごい。いや、25秒でちょっと1回止めますけど、こうやっぱりアナログなんで、アナログっていうか、うん、電球フィラメントがついてこない。だから実際25秒にかけて25秒経った瞬間落ちきってないんですね、思ったより。だからちょっと待って電球が落ちきるまで待つっていうのが 25.5 の 0.5 だね。そうそうそう、なるほど。いきます。でこれなんか消えるのかなと思ったらまたブワーって突き出すじゃないですか。そのまるで息呼吸するみたいな明滅するじゃないですか。はい、あの呼吸、まあ、その気配っていうか最初始まった劇場のこう気配でありちょっと魂的なものが最後こう呼吸してるっていうイメージそのまま。これすごいなと思ったのは、はい、普通こういう有機的 な、 なんかその変化って、はい、なんか手で操作したくなるじゃないですか。手で操作してるのと、まあ、自分的にはそれは一緒、今一緒の感覚でやってるんですけど、なんかそれをね、そのタイムで、はい、打ち込んで再現するって、はい、面白いなと思いました。なるほど。うん、まああの何全体を今回は構成も兼ねてるので見て感覚を自分で感じなきゃいけなかったので、こうオペをすると。夢中になるじゃないですか。そのちょっと客観性を持てないので、そう全体流してタイムで作ってみました。あの結構大変でした、この感覚を決めるのが。う、ね、うん、こうタイムを決められない、なかなか、ね、それで全て消えた、終わります。やっぱいいですね、真っ暗の。これは客出しというか、客出しをさあ最終的に全ての明かりがついつくことによって、今までこの劇場で過ごした時間とか、まあ、勝手にそれぞれ想起するものを想起するみたいなことを思って全てをつけました。すごい、全てが 25% でついてますね。はい、あの楽しい全ての灯体がついてるのは楽しいです。全部で48球使ったんですね。はい、そうです、うん、途中でもうちょっと何点何みたいなのがあるかもしれないんですけど、はい、はい、そうですね、12、11分なので9の数としては結構たくさんあるんだ、ね、みたいな。これ実際はあの実際の上演は人間の目ってこう映像よりもこう反応する範囲が広いので、もっとゆっくり、そうですそうです、うん、もっと暗い時間っていうのが長かったりとか、うん、あるいは体感視覚だけでやっぱり劇場にいるわけじゃないので、うん、暗闇を感じたりとか眩しさを感じたりするとかっていうので、全体で15分の時間を使ってこのことをやってたんですけど、うん、ちょっとこう今回はコンパクトにしました。なるほど、映像用みたいな感じですね。はい、全体なんか笠井さんありますか。いや、でもこうやってその解説も聞くと、はいはい、その照明家のなんかその中の物語みたいなのもあって、うん、でもそれと同時に見てる人は自分で勝手に物語とか作るじゃないですか。そうですね。なんかその例えば山と川と町みたいなのは、はい、僕はその暖かいところと冷たいところみたいな感じを受けて、なんかそれと同時にその舞台にいる人も違う感覚で動くじゃないですか。はい、あのそれぞれこう全員バラバラの感覚で、なんかそれが
成立しているっていうのがすごい面白いなって思いました。なかなか特殊な作品なんですけれども、うん、まあ何だろう、演劇っていうのは本当にその場に起こることだけではなくて、それぞれが今まで生きてきた中で見たこととかも含めてやっぱり見るものだなっていうことをつくづく感じるような、うん、だからその中で映ってるそのダンサーの松田さんとかも、うん、なんかその光によって動いてるけども、うん、その光に動かされてるわけじゃないというか、そうですね、うんうん、なんかこう関係が、まあ、できたり崩れたりしながら動いてるっていう感じがします、うん、見てると同時に出てるし、ね、うん、そうですね、観客からすると、うん、なんかそれをさらにその外から我々も見てて、うんうんうん、面白い感覚だなって思いましたね。はい、それでは今からあなたにとって良い明かりとはというテーマでお話ししていこうと思います。このシリーズ全てで3人のゲストの照明の方がいらっしゃるんですけれども、それぞれとあなたにとって良い明かりとはというのを話していこうと思っています。で、今回その1回目なんですが、まず私の、はい、私にとって良い明かりとはという話をします。で、まず第1番、基本的にシンプル、無駄がない。これはもう言葉通りなんですけれども、うん、まあ、できるだけシンプルな方がいいなというふうに思っています。で、それは何だろう、やっぱり自分でこうイメージできるものを、できる一番的確な形でやりたいっていうこと で、うん、でまあ何か常にシンプルになってしまうというのはあるんですけれども、自分の明かりが、うん、そのことを思いながらやっています。でも照明ってなんかその過剰なことも求められたりするじゃないですか、うん、求められたりしますか。さあ、そうですね、そんな印象があります、うん、派手にしてほしいみたいな、その派手にしてほしいみたいなこともなんかどうして派手にしてほしいのかみたいなことを考えて、うん、でその派手っていうのが何を表しているのかっていうのが、まあ、その実際に灯体が少ないっていうことを含めて、その意図がシンプルなことっていうことを目指しています。なるほど、うん、で、シンプルな分、次なんですけれども、それぞれの要素のクオリティが高い、うん、クオリティっていうのは釣り位置だったり機材の選択だったり、その色のことであったりとか、それが、まあ、自分のイメージとズレがなくきっちりしている、うん、でやっぱりその一つ一つの要素が、的確にあるっていうことが全体のシーンの強度というか緊張感を上げるかなっていうのがあるので、そのことにはこだわっています。でそれと同じなんですけれども、まあ、意図と効果がはっきりしていて、それが照明のためではなくて作品にとって有機的に機能している、作品のために的確に作用しているということを目指しています、うん、有機的に作用するっていうのはもう少し詳しく聞くとどういうことなんですか。なんだろう、いろんな作品って一つのシーンで一つのことだけをやってるわけじゃないじゃないですか、うん、でその時の感情であったりとか、常にこういろんな幅があると思うんですけれども、うん、その幅をこう削ることなくというか、うん、こうその幅が幅のままきちんと見える。やっぱり照明って、何かをなくしたりとか付け加えたりとかどうしてもしてしまうんですけれども、うん、その範囲を、まあ、できるだけ抽象的な言い方になりますけど的確に、うん、っていうふうになことを意識しています。なるほど、うん、であとはこれはちょっと観客に見えていること以外の思いに誘うっていうふうに書いてあるんですけれども、まあ、先ほどの何もない空間にもそうですけれども、やっぱりこうそれぞれの体験の中で反芻することによってこう舞台っていうのはよりそれぞれにとって深いものになるかなっていうのがあって、
で、そういう作用の一つのきっかけに照明がなる時間なるっていうことがあってもいいんじゃないかなと思っています、うん、ちょっとこのことが常に有効かどうかっていうのは分からないし、常にそれをしなくちゃいけないってわけじゃないんですけれども、うん、何かこう見ながらついこう自分のことであったりとか、うん、ここ見えてること以外の世界のことを考えられるようなきっかけになるような明かりっていうのを、先ほどので言うと、うん、アンバーの光であるとか、うん、窓の光とかを見て、その観客が何らかの感情とか記憶につながるような、そうですね、なんかアンバーの光に、少しだからこうちょっとした違和感があるとか、うんうん、なんか違和感とか、少しそのシーン、うん、なんだろう、ちょっと難しいんですけれども、何か、そのシーン以外のことが考えられることが、まあ、許されるようなシーンであれば、うん、そういうきっかけにできないかなと思っています。なるほど。うん、すごいシンプル、基本的にはシンプルで、うん、そしてそれぞれのクオリティが高いので、すごく明確ですけど難しいですね。明確ですけど難しい。追求するとなかなかキリがないというか。そうですね。うん、うん、まあ、なんか常にやっぱ自分の、やりたいことをこう責任の持てる範囲というか範囲でやりきりたいみたいな気持ちがあります、うんうん、まあ、私のことばっかりではなんですので笠井さんは、笠井さんにとって良い明かりというものはどういうものかっていうのをちょっと聞いていいですか。あ、そうですね、うん、僕はやっぱりそうです、その作品がやりたいことを明確にしてあげたいなっていうふうに基本的に思っています。その、まあ、例えば場所とか状況だったり、うん、その今見せたいものであったりすることをきっちりと照らし出してあげたいなってのは思ってます。で、やっぱりその作品が豊かになってほしいなと思うので、まあ、その自分のスタイルとかを押し付けるのは絶対にやめたいと思ってて、作品に合わせて自分のスタイルが柔軟に対応をしていきたいなと思ってます。まあ、笠井さんなんかすごくたくさんの作品を小劇場の演劇を中心にやられてると思うんですけれども、やっぱりそのやっぱり自分のスタイルを押し付けないっていうか、その時その時に一番ちゃんとしたものをちゃんと見えるべきものがを見るっていうことを大切されてるっていうことですか。そうですね、うん、基本的にはその演出家とか作品の、うんうん、世界に自分を飛び込んで、その中で、それが明確になるようなことをしたい、うん、なんかでもそれと同時に心がけているのが、うん、その違う見せ方とか、うん、違う表情みたいなのも引き出したいなと思ってて、うん、その照明を使うことによって、うん、例えばその場面の違う側面が照らし出されたり、うんうんうん、てか舞台美術とかもそうですね、うん、その美術のいろんな表情を引き出してあげたい、うん、それによってその作品が豊かになるといいなと思ってます。なんかそのやっぱり照明によってこう見えることによって、あ、こういうものが見たかったんだって後で気づくようなことってあると思うんですけれども、うん、その演出の人とかあるいは舞台美術の人とかがこうの思っている可能性をちょっと超えて提示できるみたいなところってありますよね、うん、そうですね、うん、なんかそういうことをその光の専門家として提示できたらなというのを常に心がけています、うんうんうん、はい、あとそのちょっとこれ次の次回の話につながるんですけれども、どういうふうに照明を考えていくかっていうお話なんですけど、はい、その稽古に行ってまずどういうところから考えるみたいなことありますか。あ、そういう意味では、うん、その稽古を見て、うん、この場面こんな明かりにしようとかいうのがどんどん積み重なっていくじゃないですか、うんうんうん、でなんかそれらのものが合わさって、うん、なんか抽象的なイメージですけど、うん、一つの大きな塊になって、うん、それをちょっと離れたところからガガガガガッと削っていったら
その作品の照明が出来上がるみたいなところから、まあ、だから離れたところからだんだん削っていって、うん、それに近づいていくみたいな取っかかりですかね、うん、なんかこうやっぱりいろんなイメージを自分の中でこう集めていって、その稽古でシーンシーンのイメージみたいなことを、まあ、まず自分でいろいろ感じてみて、でそれを一回こう集めて見て削っていくみたいなことですか。その通りです。その通り。そうですね。なのでそういう意味でも、うん、そのこうしようって決めるんじゃなくて、どっちかというとその時その時に得た印象をもう雑多に一体自分の中に取り入れて、そこから本当に必要なものを削り出してこうっていうアプローチで作っていくことが多いのかなと今思いました。そのコンセプトを最初に立てて作っていくとこではなくて、稽古であるとかそういういろんな要素の積み重ねの中で、そうですね、稽古とか、うん、その台本を読んだりとか、うん、演出家と話したりとか、うん、舞台美術を見たりとか、うん、そういうところのいろんな要素から積み上げていきますね。わかりました。あの前回今回といろいろ解説いただいてありがとうございます。どういたしまして。長い時間詳しく今回はこれでおしまいです。第2回第3回と照明の作品を中心として機材デザインについて話していきました。次回からは実際の演劇作品の照明を例にとって、その作品の演出との関わり、美術との関わりなど詳しく見ていきたいと思っています。ありがとうございました。